最終決戦、これが本気のフルパワー、成功条件はフリーザの体力をゼロにすることだね。 OK。 見せてやるぞ 100% の力を。恐ろしい。あと5分もすればこの星は宇宙に。あーもう5分だ。5分、いきなり本気出さないで。いやちょっと落としちゃう。5分もあれば十分。まずい。仲間と共に脱出する。ここはカメハメハ連発するからね、それですぐ倒しちゃうんだ。俺の出番ほとんどないからね。あれだって、この足を脱出するため、時間稼ぎだと。ほら来た。そんな必要はない。当たってねえの。貴様は死ぬ。俺からここで。おい、でかい。え、当たってないのかい。そこまでだ。黙らせてやるぞ。直撃してる。めっちゃ強いでしょ。今度は国家の人にしてやる。あの地球人のように。この地球人のように。地球人のように。すごいな。打撃からの流れのカメハメハ絶対死ぬわ。ちょっと脅してあげる。わ、相手も引っかかるわ。まずいまずいまずい。とどめは俺で。よしよし倒した。はい、ゲームオーバー。フリーザさんグッバイ。もう悟空が強すぎて俺やることほとんどないんだよな。はい、Z ランクいただきましたね。めっちゃいいランク。だからね、このお話もそうだけど、前のストーリーもね、もう悟空に任しておけばいいから、プレイヤー正直逃げ回るだけで勝てるからね。特にこのお話に関してはもう悟空カメハメハ連発して勝手に倒してくれるんで、何もしなくていいですね。まさかのこんなさりと決着がつくっていうね。なんだあれは。そうか、海王様がドラゴンボールでみんなを。よし、お前のことはよく知らねえが、随分助けてもらったな。ただ最後の決着は俺につけさせてくれ。サンキュー。プレイヤーの出番はここで終了なんだよね。この先はもう原作通りですから。まあ、原作知らない人にとってはこの後どうなんのっちゅう話だけどね。助けを断るなんて、悟空さんらしいですね。でも大丈夫。悟空さんは勝ちましたよ。巻物もちゃんと元通りです。それにしても、ミラたちの邪魔が入らなくてよかったですよ。そう。あの二人は現れなかった。ええ、それがどうかしたんですか。邪魔をしたら消す。奴らはそう言っていたのよね。どうして今回は出てこなかったのかしら。さあ、単なる気まぐれじゃないですか。そうかもしれないわね。ともかく二人ともお疲れ様。はい、お疲れ様でした。これでフリーザ編終わりか。とあの二人の仕業にしては歴史の改変が起こるのが早すぎた。ひょっとして他にも歴史を変えている者がいる。まさかね。一人で笑ってる。恐ろしいね。何がツボ入ったんだろうね。何も面白くねえや。俺はびっくりだわ、お前が笑ってることね。はい、これで終わりとなりましたね。で、次回からまた新たなストーリーが始まるっぽいですね。次回の実況もお楽しみに。グッバイ、また会いましょう。